はい、皆さん。こんにちは。こんばんは。おはようございますかな。今日、昼から夕方まで出かけてきました。ただいまです。今日はめちゃくちゃ風が強くて吹き飛ばされそうになりました。え飛ばされませんでしたよ。えっと、出かけている時のことなんですけれども、私のアップルウォッチが なんと4回も通知来ました。何かっていうと、音の大きな環境っていう通知が来たんです。Apple Watch にはノイズアプリがあって周囲の音をレベル判定してくれるようです。今日はめちゃくちゃ風が強かったので通知されたようです。私の耳、これ以上外にいたらきっと危なかったのかもしれません。でも大丈夫です。 では、話が変わりまして本題になります。今日は、ポントというアプリをご紹介したいと思います。お誕生日のカードを作ろうかと思ってます。では、ポントのアプリはすでに起動しております。では、画面下のカメラの絵があります。ポンとタップしまして、写真アルバムです。 はい。iPad の中に保存されている写真が表示されてます。今日はこのモンブランの写真を使っていこうと思ってます。タップしていただきますと、フィルター画面になります。では、このまま右角上の完了ボタンをタップです。はい。表示されました。では、ここで文字を入れていきたいと思います。今日はハッピーバースデーと入れようと思ってます。では、 えー、字を入れたいあたりで OK よ。タップして。はい。文字を追加というね、えー、文字が出てます。ではタップです。今日は英語で入れる予定です。では、ハッピー。はい。ハッピーバースデーという字がありますので、これ使っちゃいます。まあ単語登録してあったんですけれどもね。では、 字が入りましたのでフォントを選びたいと思いますので画面の下のフォントをタップですなんとなく太めの字体がいいかなと思ってますどれでもいいですよはい選べましたではこのまま完了のボタンではいこのウィンドウを閉じます今文字は白なんですねでさらに文字の下の方にはあメニューは上に出ることもあります ここで文字の色等を直していきます。ではここのスタイルをタップします。文字の色はこのまま白でいいかなと思ってます。好きな色選んでいただいて OK です。ここ動かせます。好きな色選んでね、こうやってほら。ね。でも私は今日白で行こうと思ってます。今回は文字の周りにね色をつけたいと思ってます。 では、ここのストロークです。ストロークでタップしました。では、ここで好きな色。うーん、何色にしようモンブランっぽい色にするモンブラン。じゃあ、このオレンジ色の横のこの茶色色選んでみようと思ってます。はい。で、ここ、幅と書いてあるところがあるかと思います。ね。そうね、いくつぐらいにしようかな。ちょっと太い方がいいかな。 動かして15ぐらいにしようかな。15ぐらいにしました。15ぐらいね。では、画面上のスタイルでタップします。今日ちょっと影つけてみたくなっちゃったんです。では、スタイルタップしたので影が出てます。下の方にローマ字の A 見えますね。これのそうだな。左から2つ目のやつ選んでみようかな。 どうかなハッピーバースデーの文字の下に影が見えて立体的に見えるね。今日はこれ選んでみようと思ってます。右角上の完了でタップです。こんな感じです。どうですはい。では、サイズと書いてあるところでタップしてあげて、ね、えー、ここの白い丸か横にあるプラスかマイナスのボタンを触っていただけると大きさが変えられます。 今日は80ぐらいにしてみました。みんなは好きなサイズで大丈夫ですよ。はい。えー、ではですね、ちょっとカーブにしたらおしゃれかななんて勝手に思っておるんで、ここね、えー、右から左にスワイプすると、カーブというボタンが現れました。では、カーブでタップしてください。はい。えー、ではですね、ここの下に今ちょうどゼロとなっている。 この白い丸をね、右の方に動かすと上向きカーブです。左の方に持っていくと下向きカーブです。ね、今日はそうね、うーん、20? あと細かくはマイナスのボタンとか押してあげて、今日はそうだな、この辺ぐらいでどうかな。もしあのカーブが気に入らなかったらまた直していこうと思ってます。 ね、はいではねこのままお皿の方に、えー、持っていきたいと思うので指で動かしてはいちょっとお皿の角度に合わないね傾傾ききのボタタンを使いいまししょう傾きでタップててあげてくださいこの白い丸あるいは横のマイナスかプラスのボタンを使ってお皿に合うような感じにちょっとしてあげて今日は10マイナス10です。 一応、皆さんのお好みで大丈夫よ。はい。何もないところをタップすると、こんな感じです。どうですかね、えー。ここにお友達の名前など入れていただいても OK かと思う。じゃあ、こうだね。また字を入れたあたりでタップしてあげて、文字を追加です。は、な、ち。 はい。と入れました。ね。えー、本当直したければここで、本当直して、今日はこのまま。はい。完了したので、出てます。文字が出てます。で、あとは好きな色にしてくれても OK。でも文字、いらない。と思ったらこれ、メニューのところ、右から左にスワイプしてあげて、このゴミ箱の絵のボタンを押してあげるとね、じゃあちょっと消してみるわ。 ポンはい、では削除していいですかのメッセージが出てくるから削除です。ほら簡単に字消えちゃいます。ねえー、好きな文字入れてあげてください。じゃあ右下に3本線あるからそこポンとタップしてみて。ではこの中にあるアイテムを追加ではいこんな可愛らしいアイテムあるんですね。画面の下にあるお星様のマークのところ。 では、えー、お友達女の子なので、ハートにしようと思ってます。では、ハートでタップすると、ハート入りました。タップしていただくと下にメニューが出てます。今日は色このままでいいかなって勝手に思ってる。サイズの方ちょっと変更していこうかな。では、サイズでタップしてあげて、この上のサイズのところ、ちょっと小ぶりにね。こんなもん。今日は85ぐらいにしてみた。 では、このまま字のそば。そうだな、ハッピーの H のところに持っていこうかな。こんな感じかな。どうちょっと可愛らしい感じこれちょっとね、大変なことがあるんでちょっと言わせて。例えば、ああ、もうちょっとハートの位置動かしたいなってタップすると文字が選ばれちゃうの。ね。こんな時は文字一回動かしてあげて、 ハート動かして、もう一回文字を直してあげて、このね、文字の周りの白い枠線に引っかかっちゃう、ハートが。なので、えー、こんな時はこうしましょう。では、文字の位置は直していただいたら、ハートタップしておそばに持ってきて、あまり近づけないでね、タップしてあげるとメニューが出てくるから、この移動というボタンを使いましょう。 では、この移動の下向きをね、5秒ぐらい押してて、長く押してると、写真の外に行っちゃうからね、程よく押して、で、えー、少し右、もうちょいかな、自分でちょっといい位置に来るように調整してあげて、こんな感じでどうかしら良さそうなら、えー、何もないところでタップしてあげて、メニューを非表示です。はい、こんな感じでできました。 はい。じゃあ、保存してみようと思ってます。右角下、保存と共有というボタンがあります。ここね。はい。では、この中にあるね、画像を保存でタップです。はい、えー。正常に保存されましたって出たので、ここは OK のボタンです。はい。どうでしょうかポントというアプリは、文字を入れるのに特化しているアプリです。 なので文字を可愛くこんな風に入れてあげたら素敵かな。ではでは今日もありがとうございました。ではまたお会いしたいです。またねー。バイバーイ。